はい、ピースケです。パープルアップでやっていきたいと思います。今日は、はい、ランスロット初仕様でいっていきたいと思います。はい、まあ、ちょっと自分のランスが、残念なことに PSR プラス2という、なんとも中途半端な、3は行きたかったんですけど、はい、2だったので、まあ、今回は借りてやるようにしたいと思います。練習効果が 20% かな。うん。42だとまあ 10% はつくんですけど、で50で 30% までなるっていう感じですね。まあ、守備キャラなので、まあ、コツはめちゃくちゃいいので、うん。で、確か馬ですね。馬なので、まあ、エンタクルスめっちゃ回して、やっていけるような感じかと思われます。技術いけるかな、ランスいるから。ランスがもしかしたら、技術供給をかなりエンタクルスもねやってくれる可能性があるので、コントロール101が楽にできるといいな。できるかどうかは定かではありません。まあ、一応マイベで、コントロールキャラ水木を連れてきております。野球マンですね。よし、あ、守備上がるんだなるほど、そういうことですね。難しい。マジでどうしよう。精神にいいかな。あれ玉アレナマは早めに抑えていいような気がしますね。アーサーも、ランスロットも2人とも持ってるので、早めに潰して他のコツをもらった方がいいかな。虹谷、角田も行きたい。国田も行きたい。あえて虹谷。コンコツがね、ほんと早めに欲しいんですよね。全然くれない。で、どうしようかな。ピック行きたいけど、くねちゃん。難しい。エピック行きます。まだ1個も取ってないんで、オッケー。あげます。指危なかった。下押しそうです。おい。今来たか。え、負けた。マジか。まだの失敗。ランス。ここはランスでいいかな。二人とも嬉しい。やる気。最初はね、仕方ないっす。よし、きれい。コツが普通にいいな、こいつ。守備っていうところが、まあ多分円卓に限りめっちゃ使えるっていう感じだと思うんですけど、くねかな、これは。くね、よし、通った。手が回り得たけど、よし。はい、どうしよう。おお、いっとこう。持ってください。あ、来ない。モテ来るともう鬼楽なんですけどね。残念。角田。よし、角田に次のエピックを取ろう。プロファイ。いいえ。はい。か難しいよ本当にはいあと一人怪我はしないとくねかなあだすおお来た早いお守り持ってないとね持ってると持ってないとでは全然違う本当に精神をいっぱいくれると馬来ねえランスがいるから馬早めに来るはずなんですけどポンコツちょうだいよしこんなもんすね、最初は。最初伸びても伸びなくてもあんま関係なさそうなので、角田いっとくか。角田いっとこう。デート早めに踏まんと、最後のレベル上がった状態でのエンタクロス回せないので、早めにデートを潰していこう二股なんで隙あらばデートみたいな感じですね隙があればいいけどでもこれありんじゃないですかこのタッグだったら全然やっぱ技術入るねこの高校で投手技術不足が結構なんつうんですか問題だったと思うんですけどやっぱそんななんかアヘみたいにダブルタックで固めるとかでもないのであ真ん中だった間違えたあやっぱいいんだな潰せるものはどんどん潰していこうカフェもいらないねはいピッとこうどうしようかなむずいデートしようむずい時はデートこれなんだこれなんだちょっと待ってくださいこれなんだは上でございます上でございますいやいや初仕様なの忘れてたいいですねあとは早めにもう一回ポンコツが来てくれればおしかもなんかいいぞなんかいいぞ回してくおお伸びも来たいいねよしピン賞もらおうそしてテンポいいぞ聖杯のありかゲットうわ生きてくねちゃいとこよしよしよし。2回目かな。おお、来るね。人を集めたい。人を集めたい。2人おる。こっちかな。捜査中だけど。これでコンコツ来てくれたら嬉しいかな。そっちがいい。失敗。ああ、でももらえた。クイックくれんだ。いいね。クイックくれんだ。あ、やっぱランスいると全然技術が入る。良いね。いいね。これどうしたらいいんだっけ。あ、これでモテモテだ、確か。よし。おー、早い。よいよいよい。まだ馬は来てないけど、すげえよかった。人集めがしたい。そうかな、じゃあいいのください。バランス強えな、これ。技術不足で悩んでいたので、あー、ごめんなさい。これはいいわ。アーサーどうしようかな。アーサー急速依存なんですよ、確か。なので結構技術食うね。どうしようかな。アプリベでもあいつかな。ありえるな。どうしましょう。なんか中途半端だな。ピックがいけない。姉ちゃん監督評価がね、意外とやばいんですよね、これ。おい。馬来ねえね。取っちゃいたいな。んでいっぱい犬もいないし、体力も体力が減る。水木はね、減るのと増えるの両方あるから。もうダブルだ。ダブルなんだが。人集められてない。どう？うわー、結構来てる。よいよいよい。これは良いですね。タックが来てんだよな、結構。来てるけど、一回人集めよう。牽制。でもこの辺も潰していけるからいいですよね。あざっす。あざっす。行くぜ。あ、でも技術が全然足りてるわ。すごい精神。いいっすね、いいっすね。ちょっとデートもうちょっと進めてもいいかなって感じだけど。ランス。おー、そういうことか。そういうことか。ちょっと待ってください。いやー、2人とも正しいカランスかな。こっちだ、攻めてみよう。成功して、成功、失敗じゃないこれ。成功失敗があるやつを選びました。こっちだな。2人だし、2人だし、こっち。コントロールは今回楽そうだぞ。ランス来るだけで楽だな。いいね。あと2人いればいいね。どうしよう。アーサー行きたいけどな。アーサー行くか。急速骨とかくれない？重い球。結構くれてるような気がするんですよね。お、来た。よし。あと秘密だな。いや、それはおかしい。確か急速依存なので、うわ、どうしよう。こうかな。よし、来た。つらい。円卓の秘密。無理だな。これは無理だな。よいしょ。印象がどうなるかな。おい、最強打者。おお、技術きた。技術きますね。バランス入れていいわ。正解つうか入れた方がいいわ、普通に。こいつが技術を稼いでくれる。怪我しそうで、めっちゃ体力減る。で、ク姉ちゃんもコントロール上げてくれるから、練習レベルを。行った方がいいしな。やっぱ二人とも入れた方がいいか。いいね。あ、うちだけなんの。あ、やばい、急。とりあえずこうしちゃえばもう好きに。急速攻つかないかな。来ないかな。来てほしいんだけどな。さあ、どっち？かな。こっち行こう。レベルがすごいことになってる。マジで行きたいけど、印象直してほしい。つら。ちょっとチュンチュン。うわー。どうしようかな、そうしたら。行くと。いやでもいい感じ、いい感じ。え？私の出番は？ああ。5000点。あ、ランスいいな、普通に。ダンスがいいのは十分分かった、これで。監督は不眠症直してくれないんだよな。さあ。はい、行く。ちょうだい。よし。いやー、おー、ナイス。スレスレの戦い。あの、意外とスタミナを踏めてないんだな。スタミナ踏めてないからこうなってるんだね。いいよー。インクストライクナイス。結構削られてる。落ち着け。やばくないこれ。つらい。生物間に合わない。ponemos mañana. Ah, mañana. Chaico.あの、水木か。このデッキで水木がしてきた。 動かない一応26%やめよう。ちょっと攻めしよう。いいやつだった。地味にアーサーとかが来てない気がするがどうなる。やばくないこれ。いい。 あれこれ体力減らないよね。そうか、こいつイベント重いのか。クロスキャノン。ラスト。どうしよう。ここ行って宝石取って、不眠症も取れたら最高。 ああ取れない。よっしゃー。 あと1回ちょっと取っときたいんだよな。給食依存だから OK。 精神結構あるな。やべえ奪三振これを取ってでしょ。はい。 怖っ。どうしよう攻めるか。アーサー間に合ってくれ。お待たせいたしました。3番強いから大丈夫だと信じたい。うわっ俺が弱い。あとランスはその金徳の査定がどう響くかあんまり良くなかったはずなんで。当にクイック取れてるとだいぶ違うのかな。だから迎春じゃねえや、迎春終わったよ。迎春終わって王座決定戦で、なんか二刀流を作るっていうお話だったので、まあ、特攻ぶっ込んでパワー上げてやれば大丈夫だと思うんですけど、であとバントっすね。バントと多分弾道を上げなきゃ更新しても大丈夫か。ミントとパワーは上げたいので、やっぱランス必須ですね。二刀流だと余計印象も関係あるし、やつは技術ボーナスだから、まあ、コントロールタックの代わりになるって考えたら全然強い。最後まで不眠症に井戸端来てないんですよ。井戸端来てないし、アーサーが来るか。よし来た。これは攻めていいでしょ。155あるから。いけ。よっしゃ。エクスカリバー。あざっす。これでエクスバリカーを上げれる。あとデート1回？デート1回なら、そこか。行こう。行きまーす。これ虹谷とかだったら行きたかったんですけど、コツがさすがにね、技術がねきつい。これ試合経験ってないからピンちゃんでいいかな。甲子園ピンとか俺ピンはやんないんですけど。さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で岸田。チャンだけなのでチャンス来ないと負ける。センター見送。円卓同点のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面でオルマ。ストライク膝元厳しい球でした。まずは一球見ました。ナックはボール。カウントワンボールワンストライク。変化球何を覚えたらいいんだろう。打った。ライトへのフライだ。掴みました。あと二塁ランナータッチアップ。円卓なおもチャンスが続いています。カットボールとかの方がいいような気がするんだよね。的当てだから変化しないレベル高いやつ。第3球を投げました。高めボール球抑えた。これでツーアウトランナーは三塁変わりません。やばい打ててない。もう第2球打ちました。センターの右ボールが取って、これでスリーアウトチェンジ。4回ね円卓同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でやめ初球を打った。二塁ランナー三塁へヒット。円卓全然点取れ。うわ。円卓ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で右手初球から打ってった。レフト下がった。ライレフトフェンスに当たった。円卓一点返しました。右手にタイムリーツーベース。円卓なおもチャンスが続きます。打ちました初球打ちヒットになります。足速くねえの。右手に送球。ワンアウトランナー二塁という場面で塚本。打ったこれは強烈。なんか急に打ち出した。ツーアウトランナー二塁という場面でウイ第9初球を打ちました。センター取りました。これでスリーアウト。ピンチャンにした方がいいか。で。どうしよう、いつ取る？もう取んないとダメだな。引き上がりか。引き上がり誰もくれない。食うなぁ。いろいろ。もう一回ぐらいコントロールアップがしたい。虹谷いる。あー難しい。いやいや、一緒にいてよ。どっちだろう。いや、これは奪三振くれることを願う。くれない。くれない。やばい、やばいよ、もうやばいよこれ。あとこの2つだけだ。この2つだけだね。まず取らなきゃいけないものといえば、おい、やばいよ。お待たせいたしました。2番円卓先制のピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面。トーネ投げました。3球目ストライク。第4球をエクスカリバー、空振り三振。バッターは3番土屋。ネクストバッターサークルには小野田。第2球シュートはストライク。変化球にキレがあります。第3球を三振。金指3球で仕留めてみせました。バッターは4番小野田。緊迫した場面が続きます。2個ならエクスカリバー上げてたのに。2球目ストライク。シュートだからだね、初期が。金指4番円卓先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で岸田、初球を打った。ライトバックしていった。ヒット。ボールは中継。これで均衡が破れました。1対0。第1球投げた。初球から見た一塁送球。ここは守備に阻まれました。円卓なおもチャンスが続いています。初球引っ張った。スタンドに入りました。ファウル。やば。投げた。打った。ファウル。第3球を投げた。危ない球。さあ4球目。膝元ストレートは外れてもカウント2ボール2ストライク。決勝やんのだな。痛烈な当たり。ライト交代。バンプのが打ちづらいから。円卓リードを2点に広げます。2対0。あ、でもあれは今日最後は攻める。二塁ランナー三塁へ向かう。これはヒットになります。円卓さらにワンアウトランナー一塁二塁という場面で金指投げた。初球出てた。取りました。二塁はどうか。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で塚本。第2球投げた。打ちました。いい当たり。打球はショートの右。アウト。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。投げました。打った。これは強烈。いったー。入った。はい。マチェット追う展開で迎える6回です。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で土屋。ここまで2三振といいところがありません。第3球はボール。カウントワンボールツーストライク。第4球を変化球空振り三振。インコースの変化球でスイング。マチェット追う展開で迎える7回です。ツーアウトランナー二塁という場面で小立。今日はレフトフライとファーストフライストライク。第3球を完全に外れた。完全なボール球。カウントワンボール。外角低め空振り三振。三振に切って取る。大好きっ子でございます。よっしゃ。さあいよいよ最終回。この回の先頭バッターは土屋。ここまで3打席連続三振。第2球直球ストライク。インローへ軽く追い込んでまいりました。投げました。打ちました。ショート右横のゴロ。ショート強襲。ヒットを放ちました。バッターは4番小野田。今日はここまで3打数1安打2三振。決まったストライク。第2球ストライク。もう追い込んでいます。投球はこれから3球。内角低めいっぱい。見逃し三振。ランスロット3球で仕留めてみせました。ストレート速い。伸びあるからか。投球はこれから3球。見逃しの三振。バッターは6番手塚。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。アウトローボール。斜め5で投球。これから2球目。第3球をスプリットはストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上ストライク。見逃し三振。円卓ナイスロット。でもどうしたらいいの。尻上がりはしませんよね。お持ちじゃないですよね。お持ちじゃないですね。お姉さんもお持ちでないですね。はい。お兄さんもお持ちでないですね。はい。取っちゃいましょう。骸骨が微妙なんだな、この力士。いやーもうこれは水木からコントロールをもらうしかない。コントロールじゃない、技術を。技術から技術。よしよしよし。金ちゃんこです。どうしよっかな、俺。毒系だけだから、いけるか。いけるか、ギリ。球速が上げれないかもしれないけど。1球さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー。いやまずミーショなければ絶対もっと超強くできたわ。第2球打った。センター落下点に入り取ってアウト。スリーアウトチェンジ。得点こそこいった気はするけどね。円卓先制のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で金井初球を打ちました。2塁ランナー3塁へヒット。これでゲームが動き始めました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で森下。第1打席はセンターフライに倒れ初球をつかみました。これでツーアウトランナーは一塁二塁変わりません。初球から打ってったヒット。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ランナーはトップにかえってやべ今日はライトフライとサードゴロボール。第2球投げました。打った。第3球は危ない球。投球これから4球目。空振り。第5球投げました。打ちずれー。レフトの左。アルボーン。第6球を投げました。外角ボール。カウントは3ボール2ストライク。さあ7球目ランナースタート。三振。やべ三振。4。円卓同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で一色。第2球見送ってストライク。キレのある変化球。第3球をアウトロー空振り三振。一色全くタイミングが合いません。第2球シュート見送ってストライク。さあ次の投球速球。自分の速球と同じスピードで飛んでくる。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは渡辺文武。ここで一つ形を作りたい。第2球2球目ストライク。球種第3球を全部同じスピードで飛んでくるから。第4球シュートですよ。空振り三振バットアウト。5キロ差ぐらいだもんね。スライダーも10キロで全部同じスピードで3方向に曲がる。第3球をエクスカリバー見逃し三振。金指見事なピッチングです。ピンチヒッターは奥山。第1球打ちました。三遊間のゴロ。頭から滑り込む気迫を見せましたがここはいやー無理。何連すべき精神だな。これで球速骨1回でも来てたらまた全然違う感じになりましたね。すごいな。どうしよう。多分大丈夫だからこんな感じでということではい行きましょう。いやもうそのまま勝っていいかな。円卓同点のピンチを迎えました。闇野君と回ってくるか分かんないけど対戦初めてだ。サワーええなの？円卓同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で闇の決まったストライク。目どうなってんだよあれ。投げた打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう抜けた。闇のヒットを放ちました。円卓なんか目一個なのね。見送ってストライク。仮面取っても。投げたこれはボール外れてワンボールワンストライク第3球低めのボール引っ掛けた鈍いゴロアウトタッチアウト円卓なおもピンチが続きますいつ1点取られた第1球初球決まってストライク投げたボールカウントワンボールワンストライク危な第3球を打ちましたセンター掴んでこれでスリーアウトになりますマジ怖い円卓同点のピンチを迎えましたツーアウトランナー二塁という場面で大抜きここまで2打席連続三振。第2球、内角高め見送ってストライク。されたらね。第3球を。1球と同じスピードですか。空振り三振。2球です。おお、ギリ。ナイスナイスナイス。来るぞ。でで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 。今は好き。よしまた次あだすあだすで30くれんのかあざすおおまあ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 いやーでも経験点のバランスがすごい整ったよしあれマジそうなるのいやーマジこっち欲しかったドクター系悔しいスライダーとシュートだったらあげれるいやーほんと悔しい今のはつらっもうちょい根性取ろう根性取らないと何か取れるものないね根性取って波上げて終わりかなはいどうなんだろう160いきたかったな惜しいもうちょいだなまだコツがちゃんとくれば全然いってるわいやーいやでもランス強いっすそれは分かった普通にランス強い